ここは愛媛県今治市にある橋浜港です。ここから船で来島という島に渡ります。運賃は往復160円。来島には村上海賊の居城の一つであった来島城跡が残っています。15世紀中頃、城が完成した後、来島村上氏が6代160年にわたり来島城を本拠にしました。1567年、来島村上氏当主となった村上道房は羽柴秀吉に誘われ織田信長につきました。その後、信長の下で四国攻めの先鋒を務め、伊予笠早1万4千石を与えられ大名になりました。四国攻めについてはこちらの動画をご覧ください。その後、九州征伐、小田原合戦で戦功を挙げ、朝鮮出兵では朝鮮水軍と戦っています。道房の後を継いだ来島長親は1600年の関ヶ原の戦いで西軍についたため、戦後豊後大分県森藩へ転封となり、来島城は廃城になりました。日本遺産、日本最大の海賊の本拠地の構成文化財に認定されています。周囲が850メートルと小さい島ながら、来島海峡の急な潮の流れに守られた難攻不落の天然の要塞でした。前島が城跡で、矢倉跡の石垣などが残ります。最北端に本丸があり、二の丸、三の丸が南に続きます。本丸直下の島中央部に来島市の城主の館がありました。島の東には出丸が存在していました。周囲の岩礁には無数の桟橋の中結があり、当時の様子を物語っています。港の目の前にある八千穂神社、来島城築城時守護神として建立されました。では城跡を巡ります。当時から残る野面積み石垣です。ここは来島市の城主の館跡です。城跡の入り口の崖の上に立っていて、防衛するには最適な場所にあります。今は月心庵というお寺になっています。歴代城主の位牌が安置されています。どこだかは発見できませんでしたが、付近には空堀跡が見られるそうです。少し戻って左の石段に登ります。この辺りも当時の石垣が確認できます。村上神社、村上氏を祀る神社です。
社殿の内部には歴代城主となった村上家の肖像画が掲げられています。この辺りは三の丸跡。ここは二の丸跡。標高47メートルの本丸跡です。来島海峡が一望できます。村上海賊もこの景色を眺めていたはずです。では来島を後にします。次回は瀬戸内海国立公園小島にある芸妓要塞跡をご案内します。それではまた。